ストシーズンで大谷翔平の電撃登板がある。昨年故障した右肘の手術のため今季は打者に専念している大谷翔平。そんな大谷についてロサンゼルスの地元紙がポストシーズンでリリーフ登板させるという驚きの提言をして騒然となっている。ドジャースは現在首位とはいえ怪我人続出で不安を抱えている点に注目し、翔平大谷をプレーオフでブルペンから投げさせる、なぜやらないのかとのタイトルで記事を投稿。大谷翔平はすでにマウンドで投げており、シーズン最後の数週間で打者相手に投球リハビリが完了すると指摘し、ポストシーズンで強打者に対峙させるアイデアを提案した。これについてロバーツ監督は、私はノーとは言わない、ドアを 100% 閉めるつもりはない、もし私が映画や本の脚本を書いていたら彼がリハビリから抜け出して最後のピッチを投げるのは当然だと語ったが、問題は実際に1年以上重要な局面で投球をしていないこと、怪我のリスクを負ってまで投げさせる価値はないと慎重に語った。焦る必要ある？あと9年契約あるからな。無理をさせて万一があれば大損失。ドジャースで急ぐ意味がわからん。ロバーツ監督一人では決められないよな。でも大谷は投げたいって言いそう。手術後の靭帯の強度は弱いから慎重にやらないとまずい。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。